カーネーションもありがとう。おはよう。起きた。ありがとうございます。おはよう。ちょっと待って、寒い。なんか寒い。寒いですね。いや、通知で起こしたらごめん。ハートありがとう。起きたよ。なんかさ、夢見てさ、遅刻する夢見てさ、一回さ、何時に起きたっけ、4時ぐらいに一回目覚めたので、遅刻する夢見てめっちゃ怖くて、そう、テレモカネーションありがとう。でもう一回寝たんだけど起きた。でも眠たい。全然寝てくださいって言われたらもう全然寝る。あの7秒ぐらいで寝れる。おはよう。おはよう。眠たいよ。起きたてって感じ。マジ。ないよ。コンタクトを入れてないので、まだ目が見えません。ごめん、近めで行きます。おはようございます。土曜日なのに早起きをしてくれてみんなありがとう。みんなが起きててびっくり。みんなも多分びっくり。なんで起きてんだ。ありがとう、カーネーション。寝ずに待ってた。寝てません。なんで？香川に行くから起きる。みんなの朝も早いですね。今から寝るとこ、なんかお仕事の方とかもいるのかな。ごま、ありがとう。ハートもありがとう。もありがとうございます。今日はもう本当に15分ぐらいやったら終わって、はい、もう家出ます。香川でね、会いましょう。これから行きますみたいな。気をつけてきてください。ありがとう、カーネーション。
みんな今から向かいますみたいな人多いんだけど、寝そう、眠い、マジで眠いは眠いよ。疲れ、ありがとう。今日のね、夢はね、なんかね、朝起きたら寝坊してるので、もう出発ってか集合時間に間に合ってなくって、起きたらで、すぐに連絡するんよ、マネージャーさんに、やばいってなって、でもう間に合いませんって連絡して、そう、そしたら迎えに来てくれて、はい行きますよ仕事って言われる夢を見た。まさゆめです。いや迎えに来ることはないですね、絶対に。タワーだよって言われた。ちょっと待って、私そう映ってる、これ、あ映っとった映っとった、え待って、うんごめん、流れとった、ミッキーさんかな、ありがとうございます。ありがとう、ミッキーさん。ありがとう。高松城かなって香川の城立ちました、広島 in 広島、やばい眠くて目がだんだん閉じてきた香川まで寝るんでしょうか。もう香川まで寝れたらいいですけどね。また夢？でもさ、今日みたいな日にさ、そういうことが起きてしまうとさ、しんどいですよ。だって香川現地集合とかできないから絶対にできないですよ。なんかおきちゃん一回福山現地集合してたけど、福山だったかな、香川現地して集合しますわーとか言えないですよ、私。皆さん出てくださいとか。パジャマ着てるの、パジャマ着てる みんなにあくびうつそう、わー、
さま、ありがとう。眠くなるって言われた。映ったって。やったじゃん、いいじゃん、朝からいい日だね。私のあくび映ったぞいいじゃん、映させてよ、あくびぐらい。すごいよね、あのあくびってめっちゃ不思議じゃない？なんで映るんやろうね。ね、ようわからん。よいしょ、ありがとう。ありがとう。あくびいただきましたあくび入りまーす。仕事に、ね、もう仕事へ行くみたいな人さ、早すぎませんもっと寝た方がいいって。会社遅れる？一緒に寝るのありがとう。道が混む。ああ、対処法はいっぱい道を作るしかないですね。人に遅刻を勧める前って、違うよ、睡眠を勧めただけで遅刻は勧めてない。ありがとう受験さん。中村舞です。朝の寝起きです。香川までどれぐらいかかるかな？3時間ぐらい？ 3 時間かかるかな？に、え、どうだろう、何で行くかによるけどね。広島から香川だったら、うん、2、3時間ぐらいかかるんじゃない？パジャマで行こうか。いや、私全然抵抗ないんですよ。なんならパジャマで行きたいけどさ、みんながさパジャマじゃないからやめとくよまあなんか全然パジャマでもいいんだけどね。私ほんと外全然歩けるパジャマでも。でもみんな言うじゃん、絶対パジャマだって。抵抗ないね。え、もうないかもしれない。でもなんかリハーサルとかパジャマでできたら楽だろうなと思う。どんなパジャマかにもよるかも。あ、なんか電車とか、なんか公共交通機関に乗るんだったらパジャマはあれだけど、え、なんかなんて言うんですか、車移動とかだったら全然パジャマでいいのになって思う。全然全然周りからそんな見られないし、メンバーぐらいだろうし。パジャマで全然いい。ありがとう助言さん。まあね、移動は楽な格好が大事ですからね。
15分経ったよって。男女呼ぼうかな。もう6時になる？ちょっと待って、チュチオさん、パオさん、浅香さん、きのぺこさん、松さん、三浦っちさん、ミッキーさん、青さん、シーサーさん、ふっちゃんさん、ピロミンさん、ビタミンさん、はやりんごさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。皆さん朝5時に、あ、5時台にありがとうございます。5時何分って、 51？ あ、51分なんだ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございます。皆さん朝ごはんはいっぱい食べてライブに参戦しましょう。移動される方気をつけてくださいね。二度寝される方おやすみなさい。お仕事行く方頑張って。本日は土曜日です。ということで、いってらっしゃい、行ってきます。またね。今日は夜配信はございませんということで、メールのみとなっております。またね、じゃんじゃーい。3、2、1、0。